陸伯へ全力で戦いましょう。動き出しました。ええ、ああ見えている。総妃、ここで雌雄を決してやると言わんばかりだな。はっ。あれは戦のための城、厚く、高く、硬い。兵力や策も待っているでしょう。うん。かつての合皮攻め以上の激戦となろうな。巨匠に潜ませた者らの報告によれば、巨匠からこの地へ向けて増援が動いたと。皇族を立ち勝ち落とすか。ええ、ですがこちらの兵数も十分とは言えません。一人も二人分、三人分、五人分の働きをしなければ勝機は薄いでしょう。ならば問題あるまい。我が将兵はいずれも一騎当選の猛者ばかりだ。みな、この戦こそが決戦と思え。三奪者たる葬儀を打ち倒し、孫悟の天下を勝ち取るのだ。この地に見て、葬儀の息の根を止める。全軍進め。勝者を用意します。城門前の拠点を抑えましょう。葬儀打倒はこの都督累大の悲願。陸伯へ全霊をかけて臨みます。あの地を狙う、ついてこい。覚悟して。俺たちの手で王将を落とす。行くぞ、ブレずについてこい。俺たち親友じゃなかったか。
ましたね。では勝者で門を打ち破りましょう。はい、情けは通さない。俺たちの覚悟を受けてみろ。隙だらけですよ。覚悟してください。合皮信条は堅牢無比、そのような兵器通用しないぞ。いいね、その調子で頑張んな。活躍が目立たないじゃないか。なるほど、勝者への備えは万全ですか。正面からの突破はかなり厳しいですね。では二方から城を攻めます。西へ、私と周隊殿は東へ向かいましょう。後退した者に生きる資格はない。覚悟して戦える。覚悟してください。今こそ敵の要所を叩く。やはりここに来たら、これ以上先へは進ませぬぞ。はいはい、マシのメンバー、守りきった暁には祝杯を振り舞ってやろう。よし、使命今より参戦する。覚悟してください。そろそろか、行くぞ。行きます。なんだいや、像から光ってってる。このままでは先に進めませんね。兵器を止める手段を探しましょう。人々は、今あなたも一番槍を狙っている。なら、投敵士というわけですね。覚悟してください。反抗。はい、行きます。動けるうちに帰らなくては。敵将、私が討ち取りました。これ以上は進ません。我が列兵を受けるがよい。敵が城攻めに集中している今こそ好機。我らで敵本陣を叩くぞ。ダメだ、これの風が強くて進めねえ。この風で進軍がままなりません。意識する将を撃ち、風を止めましょう。将の元へ向かいましょう。覚悟してください。リーマンス、
またの名をエタルが冴える男ってか。おー、あなたは！頼むわ。敵将、私が討ち取りました。独断戦法関心せんな。味方のいない戦いを恐れず教えてやる。私の技、いけなさ。ノルティだらけですよ。覚悟してください。参考私が討ち取りました。両使命、今より参陣する。
ているとは。敵も猿も。無事に包まれたようですね。はい、勝ちましょう。代を重ね繋いできた孫悟の心づ、この私に牙を立てると、虎の名は伊達ではなかった。そうとも、私は虎を継ぐ男、貴様を喰らい天下へと進むのだ。思い上がるな。この城は合皮ごとくれてやる。だがここからが始まりだ。何？まだこれほどの。引くぞ。え？はあ、ま、そうおっしゃるなら。あがき、傷つき続けるがいい。それでも食らいついてきたならば、捕らえよ。乱世の果てでまた会おう。義はまだはるかに強大なのだな。この城一つ戯れに捨てられるほど。だが虎は駆ける。託され繋いできた大志ある限り。戦い続けよう。野心と戦乱の耐えるその時まで。